ついにディシアが好感度11歩手前まで来たので、早速好感度をね上げていきたいと思います。まずはデイリーからやっていくんですが、この後にね最速で好感度10にする方法も軽く話していきますので、よかったら最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、終わった。終わりました。好感度10、ありがとうございます。では好感度の早い上げ方をこちらを紹介していくんですが、まず今やったデイリーだったり受信消化なんかはマルチでやった方が一人でやるときよりも好感度を多くもらうことができます。加えて1日10回なんですが、ランダムクエストをすることができまして、こちらに飛んでいただくとランダムクエストが発生するんですけど、基本的にはこの上かこの上かそこに敵が湧いてきます。これをマルチでひたすらやると結構早く好感度が上がっていきます。そうするとだいたい早くて1週間、遅くても2、3週間ぐらいではいけると思うので、よかったらやってみてください。ではご視聴ありがとうございました。